トゥルンハウトはベルギーのアントウェルペン州にある基礎自治体。県ペ編の首都として知られる。人口は4763人。トゥルンハウト市のみで一つの基礎自治体を形成する。県ペ編地方及びトゥルンハウト行政区の法令上、行政上の首都でトランプ産業の世界的中心地として名高い。サービス産業の集積地でもあり、病院と劇場がそれぞれ二つに。 映画館が8カ所ある。ブレガ及びティルブルフから30キロメートル、アイントホーフェンから40キロメートル、アントウェルペン市街から42キロメートル。サッカーのキロボルトトゥルンハウトの本拠地。トゥルンハウトは主要な街道の十字路に、ブラバント港が狩猟の際に滞在する城の庇護のもと、発展した。このことは、死の紋章からも伺い知れる。12 12年頃にブラバント アン里一世から自由史として自治を獲得1338年には土曜に市を開く特権を与えられた。この市は今日も続いている。ある旅行家はトゥルンハウトについてしっかりした作りの家々や舗装された街路5県の境界があると四百六十六年に記している。十六世紀までにトゥルンハウトは豊かな商業の中心地に成長した。 浮きはしなかったが、沈みもしなかった。16世紀末には、戦火や大火、没収、伝染病がもたらされた。多くの進歩的な市民が、抑圧や異端新問からホラントに逃れ、町は衰退した。その後も、トゥルンハートの歴史は、浮き沈みの繰り返しであった。市街とその郊外には、陸軍が長年駐屯していたため、 1597年と1789年の2度、トゥルンハウトの戦いと呼ばれる戦闘が起きた。1830年のベルギー独立当時、トゥルンハウトはオランダ国境のちょうど南に位置した。1831年から1914年にかけての時期は戦乱もなく運河の掘削や鉄道建設が行われた。中世後期のトゥルンハウトは、 シングの製造と理念貿易が盛んだったが、19世紀、初めに、紙の関連産業にとって変わられた。ピーテル・コルベールスとフィリップス・ヤコブス・ブレポルスが、その外される。現在でも市内には、ブレポルス、グループ・ヨース、プロースト、ファン・ヘネ・ハテン・パッケージングなど、多くの印刷会社が本社を置いているが、中でもカルタムンディ社は、世界のトランプ産業の先導者として、 特筆に値する。また、ベルギーのグラフィック産業の中心でもあり、フランデレングラフィックコミュニケーションイノベーションセンターの本部がある。12世紀のブラバント港の城やゴシック建築の聖ピーテル教会、13世紀のベギン海修道院、14世紀のゴシック建築のテオバルト礼拝堂やタクサンドリア、博物館などの名所がある。ダウンタウンに、 かつて工場だった建物を改装したトランプ博物館がある。市内のベギン会修道院は1998年、フランドル地方のベギン会修道院群の一つとしてユネスコの世界遺産に登録された。フランデレン最大級のコミックフェスティバル、ストリップ・トゥルンハウトや映画祭、オペンドゥクは当地で開かれる。夏の フレーダー編というイベントは、一定期間の毎週金曜日に二組のアーティスト、内詞バンドがパフォーマンスを行う趣旨で、観覧は無料であるため大混雑する。このため、地元経済への寄与も大きい。ありがとうございます。